モンメディアです。今日の試合の感想からなんですけど、すごいタフで難しい試合だったと思うんですけど、まあ、トーナメントは本当に難しい試合になると思ってたし、でも、延長まで行くとは予想してなかったんですけど、まあ、本当に厳しい試合だったし、でも難しい試合になったんですけど、勝ったのは本当に大事だと思ってるし、まあ、今からもっと良くなれると思います。こうグループステージも苦しい試合続いてたんで、はい、まあ、そういうそれの中でも勝てるチームになってるのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、本当にもう今アジアの中ではどのチームでも本当に弱いチームとかあんまりないし、まあ、そこで失点しないで勝ち点を3を取るのは本当に大事だと思うし、まあ、今日本もそうですけど、難しい試合の中でも勝ち点を3取るのは本当に大事だと思う、まあ、1試合1試合が本当に難しいと思います。で、まあ、韓国も60年間優勝できなかったので本当に苦しい試合ですけど、もっと良くなると思います。ワールドカップ終わってチームまた新しくというか、まあ、ベースは同じだと思うんですけど、そこからこう何か変わってきてるなって感じるところありますか？韓国代表ですか？代表チーム、まあまあ、一番は監督が帰って、はい、まあ、そのサッカーのスタイルが、まあ、変わったし、今のベントゥ監督は下からつないで、俺らはボールを持って試合するスタイルですけど、選手たちがそれを理解してやってると思うし、時間が経ったらもっと、良くなると思います。中2日、次の試合まで3日後っていうことで、はいはい、コンディション結構大変だと思うんですけど、怪我人も出てきちゃってる中で、はい、まあまあ、どのチームも同じ状況だと思うし、今日30分をもっとプレーしたのはちょっときついんですけど、今、まあ、言い訳ないし、次の試合、次に向かっていきたいと思います。ありがとうございます、はい、編集部小松です。本日は1月22日、日本代表がシャルジャでリカバリートレーニングを午前中行ったんですけれども、ドバイがすぐ近いということで、午後キックオフの試合で、韓国対バーレーンが決勝トーナメント1回戦ですね、あったので視察というか取材にやってきました。試合内容としては韓国先制したんですけれども、バーレーンが後半の途中からちょっとペース掴んで、さらにちょっとゴール前の混戦からね、押し込むという形で同点に追いついて延長戦になるという形で、延長に入ってからは、まあ、韓国がまたペース掴み直して、最後は右サイドからクロスをアルビレックス新潟でも活躍してましたね、キム・ジンス選手が途中出場だったんですけども、ダイビングヘッドで、飛び込んで、勝ち越しということで、韓国がベスト8発表進出を決めました。韓国代表はキム・スンギュ選手ですとか、今はカタールですけども、チョン・ウヨン選手ですとか、日本に馴染みのある選手がたくさんいますし、もちろんファン・ウィジョ選手も先発しましたし、ソン・フンミ選手も、はい、合流して2試合目ですけれども、120分間ピッチに立ったということで、タフなゲームを戦い抜きました。韓国は印象としては、まあ、サイド攻撃ですね、両サイドバック、イ・ヨン選手とホン・チョル選手が、まあ、高い位置を取って、そこに展開してからの早めのクロスと、ニアサイドに送って、ファン・ウィジョ選手が潰れたところを狙っていくみたいなのが、一個形として確立してるのかなっていうのは、まあ120分通して見て思いました。ただ、まあ、なかなかその最後の一手みたいなところの決定機が抑えられない、詰め切れないということがあったので、そこはこの大会通じても韓国そこまで得点力高くないという状況が続いてますが、改善していく必要があるのではないでしょうかと思っています。で、試合後のミックスゾーンなんですけれども、選手がまとめて帰っていくということで、極力ね、なるべくたくさんの選手にはお話聞きたかったんですけれども、まあ、日本で長く活躍したチョン・ウヨン選手に日本語で答えていただきました。韓国これでまた中2日で、キソヨン選手が怪我で離脱をして、おそらくホンチョル選手も怪我でキム・ジンス選手と変わったんではないかなと思われると、こういうような怪我人がたくさん出ている中、中2日でカタールと対戦するということになります。やはり総力戦なのはどのチームも同じで、日本ももちろん怪我人たくさんいますし、という中で戦っているところで、こう勝ち抜く難しさというのを、まあ、どの国もどの選手もどのファンも感じているのではないでしょうか。個人的にはソン・フンミ選手に話を聞きたかったんですが、
まあね、あの英語でハングルでテレビペンの記者の人、いろいろ質問たくさん受けている中でっていうことだったんで、たくさん質問を受けたんでごめんねということを最後一言もらいましたけれども、ちょっと残念ながら言葉はもらえませんでしたが、スパーズ好きの僕としては、まあ、今度ロンドンに行った時にでもそういう機会があるかなと思っていますので、まあ、その時にでもチャレンジしようかなと思います。あのうちの編集部の三島くんという子が、このサッカーキングチャンネルに動画上がってますけれども、ネイマールになんと直撃インタビューをカタールでしたということで、羨ましい限りだったんですけれども、なかなかね大会期間中にそういったことを聞くっていうのは難しいのは重々分かってますので、ぜひ僕もそういう機会があったらいろんな選手に、さらにチャレンジしていきたいかなと思っています。 UAE もう早くも20日目を迎えていて、もうすぐ1ヶ月が経とうとしています。我々撮影クルーと僕と頑張っております。常に動画たくさん上がってますので、真面目なあのサッカー話している動画もありますし、 UAE の観光地紹介とかもやってますので、お茶のお供に、ご覧いただければと思っています。日本はまだまだこれからアジアカップの戦いもまだ続いていきますので、僕らも当然それを中心に追いかけていきますので、こういった配信動画ですとか、日本からも生配信番組で試合の時間に合わせてやってますので、そちらも合わせてチェックしていただければと思っております。ではまたお会いしましょう。さようなら。